さあ僕は何回戻ってくるんでしょうかということで、皆さんこんにちはこんばんは、ということで、やってまいりましたんでね、前回リベンジ戦と言っておりましたが、なんかまあ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 悪いことだけではなかったです。ハッサンのですね、炎の爪っちゅうのもいただきましたし、ただお金がなくなっているということで、まあちょっとなんか他になんか防具的なもの他にあったかなと。鋼の湯、銀の髪飾り、鉄兜、まあないかなと。三河市の服だけではないのか。鋼の鎧か。もうお金なくなっちゃったよ俺。金がなくなってしもたやないか。お金がねちょっとあまりないんです。なので、まあ、武器も鋼の剣はいらないね。だからモーニングスターもいらないし、まあ行くか、行こう、行くしかない。他は何も売ってない、ないね。あれさ、あそこの男女もう何もないよね。わかんないんだけど、嘘でしょ、まだなんかあんのかな。もうないよね。いやもうちょっと、いやもういいっしょ、大丈夫し、あんのか。左側ってなんかあったっけ。え、また戻ってこれなくなるんだけど、行くわ。もういいわ。でも俺の予想だとあそこも、ここ入れないんじゃない。入れんのか。でも帰り道の門が開いてるってことは、後でまた来れる。よし来れる、大丈夫だ、大丈夫、行ける、絶対行ける、絶対いいに行けるはずだ。大丈夫じゃろ。さあ逃げよう。ここの演出すごいんだが、さあ行きます。逃げれる。すごく強くなったと思っていたが、過信だと分かった前回。自信ではなくただの過信だったということが分かってしまった前回。さああれから1日経ちましたが、どうなるんでしょうか。帰り、逃げるよ、逃げるよ。女神強え、女神強え、やめて、ハッサンにやめて、女神強いな、もうやめて、やばい、あ、やばい、ゴミレイにもう一回殺されるっていう。もうやめて、マジやめて、そんと困るから、そういうの。 OK、 ナイス、いいよいいよ、よしよいいよ。ただ問題があって、ただ問題があって、ここがここでリレミト使ったら出れんのかな。ここでリレミトか、あ、ないわ。ダメだった、ダメだった、ダメだったわ、ダメでしたね。作戦満タン。前回の範囲はチャモロさんがお亡くなりになっていたこと、もうそれ以外何もない。ただ安定してね、よしよし、いいよいいよ、よし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 、安定して、またかよって思われてるだろうな。もう絶対思われてるわ、絶対。よし行こう、大丈夫、信じる力が。ですね、前回の戦い方でチャモロがいなかったことが一番の問題だったと。で横の脇のザコはどうすればいいんだ。やばい、動画を撮る前に考えるべきだった。何も、ね、寝ずに、寝ることもなく、作戦を練ることもなく、また始めてしまった。いつものわはははラーの鏡持っていたとはな。かけ2回目か、2回目。よし行こう、大丈夫じゃ、大丈夫。真ん中無視作戦いけません。真ん中を無視して、切り裂きピレオか、作戦命令させろい。でもって呪文で、まあルカニを真ん中に入れるわけよ。で呪文で炎の爪なムードだろ。で呪文でこっからよ、いいよ。いやだからこれなのかな。チャモロ一人ずつかけたいよね、一人。いやーどうですか。マホトン、バギー、ニフラム、マホトン、魔法を封じ込めることはできない。いや失敗、いや待った、道具で、そうだ忘れた、ゲントの杖がベホイミだったよね。なので一回ここはちょっと肉立てで肉立て、よしいいよ、よし行こう。いや関係なくね。ねえ、ね、めっちゃ待った、そうだそうだ、メラミコ危ねえな、ルカナやばいね、やばいね、よし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 、オッケーオッケー、いいよ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 。よくよく考えたら炎の爪掴んだったらルカに関係ねえんじゃねっていう、そういう、そういうことか。ってことは
いや攻撃しても意味あんのかな。防御の方がよくね。逆にもう炎の爪で乗り切った方が良くないっすか。で道具でゲントの杖ミレイ、これでいこう。これが1番21か、21か、これ合わせたら88、毎ターン80か。やめてやめて、待った。いやーそれよ、それが一番困るんだわ。まあまあいいでしょう、まあまあいいでしょう。でもってどうすかな、どうすかな、防御、一回防御入れよう。どうしたらいいんじゃ俺は。呪文ラリホ、ね、寝ないでしょ、寝ないっしょ。いやここでベホイミ道具ゲントの杖発散、いや自分にかけておこう。どうなる、やめて。いやーやばい、防御しとけばよかった。ナイス、いや発散だった、やばいやばい、いいねいいね、やばい、いいよいいよいいよ、よし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 、もう余計なことするのやめんか、やめよう、もう防御でいいわ。もうこれでもう炎の爪作戦よ、もうこれしかなかろう。で防御で道具でゲントの杖ミレイユ、これいい、いや待って、ハッサン誰こう、ん、ハッサン死ぬかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ハッサン死ぬな。ミレイユが呪文でベホイミをハッサンにかけて、チャモロがなベホイミ持ってんだけどな、ベホイミ持ってんだけどベホイミ使う必要ないよね、今はないわな。ケントのつくれをミレイユ、いいよ、いやハッサン早い、ハッサン早い、待ってほしい、うわぁ、いいよいいよ、ナイスナイス、いいよいいよ、よし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 、これ肉立てよ、もう青さん肉立てよ。いやー防御しないとこ肉あたりちょっとずるいね、ずるくね今の、狙ってたかのように。なんかないんだよな、めちゃくちゃ強い魔法がなんかあればいいんじゃが。防御道具ゲントの杖ハサン、よし行こう。22ルカに入れとくか、と青さんの攻撃もまあ入るっちゃ入んのか、やばい、いや防御の方がいいんじゃないか、やばいねやばい、やべ待って、あぶねえ、今危なかった、待った、あどうすっかな、防御防御、どうするどうする、今回は勝ちたい、いや今回は勝ちたい、今回は勝ちたい、でもザコ、いやー汚い、18、いいよいいよ、ミレイユ来んなよ、ミレイユ狙って、いやーまあ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 、あ危ない、いいよいいよいいよ、よし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 、すっげえ時間かかんない、すっげえすっげえ時間かかってない、めちゃくちゃ、まあいいでしょう、ルカに入れよう。で道具で爪を無動産に入れて、で防御からのゲントの杖を見れ、オッケー、やめて、もう防御入れてて、あぶない、よ危ない、入った、効かんのかい、あれルカに入んない、忘れた、チャモロが、やめて、やばい、チャモロが、これやばくない、勝てる気せんのだが、嘘じゃろ、ルカにも入んないじゃん、どういうこと、あの剣無道でもって道具で、おい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 待て、おい待て、ベホイミをニャオさんに言って、チャモロこれ死ぬんじゃね、呪文でベホイミをチャモロで道具でようわからんけどチャモロ、仕方ないよね、16、弱っ、あよしよかった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 、いや違う、どっちが早いかなと思って、ミレイとちゃもちょっとやぶないね、やばい、青さんがやばい、余計なことした、青さん、青さん危ない、やめてやめてね、ばらけた、あっぶな、
いや防御で発散道具でねえ、どうしよっかな。呪文でミレイビューもやばくね。どうすかな、青さんだわな。いやミレイビューもやばいんだけど、いや発散死んだらやばいよね。いやただ発散はどうにか、ちょっと一旦ちょっと待ってください。ちょっと待って戦う防御ハッサン防御しよう。一回危ねえわこれ、危ないな、これ一歩間違えると死ぬぞ。道具ゲントの杖ミレイユ、ちょっと頼むよ。いやー待って、15頼むよ。うわー、いいね、いいよ、やめて。青さんナイス、いいよいいよ、よし。青さん攻撃、いや青さん防御で、ハッサン一応やべえ、ちょっと行き詰まりってませんか。僕いけるんでしょうか。ミレイユゲントの杖、いやでも攻撃しないとどうにもならんし、やめてよね。チャブロ39、やばい、いいね、やめちゃもう、うわやばい、ちょっと後手に回ってませんか。もうちょっと積極的に攻撃しないとダメだな。炎の爪、いや失敗か。ベホイミ、いやちあーやばってもうた、いや防御やばい、死んでこれ勝てる、やばい、どうしたらいいんだ、やんなきゃいけないのかこれ。うわー強くね、いやもっとあれなのかな、雑魚倒してった方がいいのかな。いやちょっとこんな強いと思ってなかったんだけど。ムードミレイユ呪文、待ってミレイユ何も覚えてないんだが、防御、もうミレイユとハッサンで頑張っていくしかないね。ゲントの杖をハッサンに持たせたらよかったのか。そうか、そういうことか、そのパティーンだな。ベホイミ一応使えるか、チャモロ使えるじゃん。炎の爪ムード防御、そうなんだよね。ミレイユ食らまくっとけば発散、やめて下がっていく、ほぼ裸じゃんもう。ちょっと待って、いやいけないのか、やばい、また病院お願い、やばい、ハッサン知る、ナイス、いいよ、よしいいよ、45こう積んでんな。いやでもこっからよっしゃ、待ってここから、よしハッサン待ってよ、ハッサンどうすか、待ったどうする、どうやったら勝てる、これなんか回し蹴りみたいなのないのか。炎の爪、いやまあそうだわな。で呪文で、いや待って、よし4ターンで勝てると思うの俺。やーさーもね、あー待って、オッケーよ、よし4ターンで勝てるだろ、勝てるだろ、でもこれで勝てると思うの。でミレイユがやばいの、ミレイユが前から、ミレイユをここで、いやどうする、回復させるか、ミレイユ防御か、どっちだ、どっち、一回倒せるだろう。防御だ、防御、ナイスナイスナイス、これで一発で倒せると思うの。オッケー、終わったでしょ。ただここで8336、よし道具で炎、いや待ってちょっと怖えな、ちょっと待って呪文でベホイミを、自分どっちだ、ハッサン行こう、いいよ、よしこれも勝てたっしょ、これいけるっしょ、これもういけるっしょ、あー勝てた、あー勝てた、一応回復しましょうか、ありがとうございます、お疲れ様でしたありがとうございました。あぶねえ、これ分かりました、前回この炎の爪を多分取ってなかったら勝てなかったな。よっしゃ、なぜだこんな虫けら泥にこの私がやられてしまうとは、お前が虫けら以下だったってこと話だ、ムド我がなムド、やっぱ勝った途端にやっぱマウント取っていくっていうね、このね、我がなムド、世界を、ま、我ら魔物のものにするまでまだ滅びるわけにはいかぬ、ぬおーかーなんだ
ちょっと待って、うわー、ドルマゲスタイプ嘘でしょ、うわ勝てるわけないじゃん。いや、そういうのもあるの、うーわー忘れてた、そんなにありましたっけ。ドルマゲスの初代ドルマゲスってことなんだよ、うわもう無理じゃんこれ。そういうのですか、そういうのですか、レベル上げにはならんな。いやーまさかまさかの、でも一人なんだよな。86、あめちゃめちゃに、ちょっと待って、ゆか死ぬのか、いやー参ったな。ちょっと待った、結構効くんだけど、いやーやめて、37、やめて、まさかの、まさかの2回攻撃ちょっとここから奇跡の2回、いやーくそもう2回とか覚えてない、 DS 版2回ありましたっけ。うーわー、さあ戻ってまいりましたさあ前回の反省を踏まえて思ったのが、チャモロがどっちかな、アオサにすっかな、どっちがいいかな、ゲントの杖を、まあハッサンの方がいいか、いやって思ったんだけど、ハッサンの聖剣突き当たったら結構いいダメージ出るでしょ、50ぐらい。だから炎の爪をチャモロに渡すって、チャモロかな、チャモロに渡そう、まずは。で、ね、ハッサンな、ハッサンの武器がな、装備 OK、 いいか、これでいくか、いやどうする、いやこれ、いや行こう、これで、いや待てよ、青さんがなあんまりだったよね正直青さんホイミしか覚えてないんだよな。いや待ってほしい、いや今のブーメランを渡す、青さんに渡す、いやちゃんもどうすかな、渡す青さん、これかこれか、これがいいのか、聖剣好きがダメージ絶対入んのかっていう問題がさあるわけよ。いやどうする、チャモロかな、ルカに入れたいよね、まあいいか、これで一回行くか、まあ いや何回でも戦える、そうゲームだからよし行こう、よし行こう、で無視しよう、無視しよう、行きます。いやこれでいいのかな、いや待った、炎の爪を無動で、聖剣好きを無動、ミレイユ防御、チャモロが呪文がないよね、マホトンにフラム、いやだからルカに入れた方が良かったか、チャモロだったか、やっぱり炎の爪、いや一旦肉盾モード入ろう、51ね、いやまあそうなるわな、なるわな、なるわな、やめて、HP どれぐらいだった、1000があった、当てら、ほら、いやー失敗した、いや失敗したわまたこれダメだな、ダメだな、ハッサン当たんないんだけど、防御、いや失敗したな、いや失敗したな、ルカナ守備下がっていく、下がっていく、下がられていく、よっしゃ入った、これであれか90ぐらい、いやでも、いやどうよ、チャモロだったなそれだったらどっちだろう、どっちが良かったんだろうか、特技スケスケ入らんもん、だって防御、防御いいよ、今んとこいいんじゃない、当たって、よし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 、入るな、いいねいいねいいね、90近くを毎ターン与えられているから、さあちょっとそろそろあれなのかな、ムード特技で、問題がここら辺から一回ちょっとベホイミを一旦ぐらい入れてはいきたいね、でベホイミで発散あたり、いやまたミレイどっちだろう、発散いこうか、これちょっと運もありそうじゃない、
57やめて、いや失敗したかもしれん。やばい、ミレイユが、ミレイユが、ミレイユが、やめて。よし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 、あ、うちの、やめて、ミレイユかわしたかわした、あーかわした。見た今、見た、やっぱ人間死ぬ時って必死なんだなと思った今。必死、あぶねえ。防御ベホイミ、まあ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 いいや、まあいいや。50、いやそろそろ終わってくれてもいいんじゃ。46、1000ぐらい、いやーチャモロが若干、これまたチャモロ死ぬんじゃねえかな。チャモロ死ぬな、チャまたお前また死ぬのか、チャモロやめて、チャモロに行かないで、危ない、チャモロにだけは行かないでくれ、チャモロにだけは。さあ問題です。で呪文でベホイミをチャモロ、いやまたチャモロとどっちが早かったっけ、こっちの方が早かったっけ、怖えな怖えな怖えな、いや死ぬ確率は低いんじゃないか。防備しとこう、いや終わってほしい、いや終わらん、いいよ46、終わらん終わらん、いくつぐらいだったのかすら分からん、あるからナイス、いいよいいよいいよ、いや本当は凍てつか波動がいいんだけど。46、えげつないダメージがえげつねえダメージが。で特技聖剣好き、さあここからです。で呪文でベホイミ青さんで、もしこれで今回十分勝てるんであれば、あのザコがいる間に全開にしていかないと大変なことにならない。オッケー、いいよいいよ、40、うわすんげえダメージくらいだ。44、よっしゃ、待って危な、ちょっと待ってほしいね。炎の爪ハッサン聖剣好きで防御してベホイミを見れ、オッケー、よし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 、いいんじゃないですか、いいよ、あーよけられない、待ってー、おーいナイス、いいよいいよいいよ、オッケー、40、チャモロどうしようかな。これ次のターンでもさ、ルカニって入ってんのかな、あのルカなんて入れられてる状態なのかな、それがわからんね、それがわからんな。まあそんな意地悪なことはないって思っておこうか。じゃあ防御、いや待った、呪文ベホイミチャモロで、いや待った、ここはちょっと道具炎の爪で道具でちょっとあれしません、ちょっと少し節約しよう、オッケー、この1回が当たった響くかもしれない、いいよ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 、16、いいよ、よしよし、ナイスですナイスです。で持って爪で道具でミレイユ防御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 、これよこれ、もう1回で入るから、オッケー、みんな守ってるね。33、青さん結構食らってんな、いや待って青さんどうしよっかな、もう一回ぐらい行きたいっち行きたいんだけども、戦う防御でゲントの杖を青さん入れて防御防御、いいよ、この一回がでかいんじゃないのかなと思ってるわけですよ。さあでもって炎を使って防御、もうこれで終わりでしょ、よし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 、いいでしょう、悪くない悪くない、よしよし、ナイスワイツ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 、さあそしてレベルが上がっていく、いいでしょう、ありがとうございますありがとうございます。深く思いもその特技いらない、よっしゃここでレベルが上がっていくと、うわなんか覚えてくれないかな、すんげえ魔法覚えてくれてよかったのに、メラミをダブルメラミあたりで行きたかったんだけど、よし行こう。さあ問題です、2ターンくんだよね、ねルカには多分入らないと思うんだよな、入らんでしょ。さあ行きます、戦う道具行きましょう、炎の爪そして特技で、お戦い方は多分一緒なんだと思うんだよな、ただ問題があって、スカラを自分で呪文でザオーラルバギー、まあほとんどか入るわけない、いや案外入んのかな、ボスに魔法飛んで入る、なんかドラクエにたまに変なの入ることあるよね、いやどっちじゃこれ、
余計なことせんとちょっと肉立てになろう。いいよ、これいいダメージ入んだよね。だからいいよ、ナイス。いや避けられる。さあジャッジ2回攻撃、よし、いいねいいね、見れるよ、素晴らしく見れたん。いいよ見れたん、いいよ。ただ聖剣好きがあまり入ら、これで待った、これでしよっか、これでいいな、こうしよっか。で呪文でスカラ、次誰だ、チャモロ、いいよ。で道具呪文使うのないんだよね。ちょっとここで防御、まずは全体的にスカラを80いくつ、71入るからいいんじゃないのかな。光を放った、クランダ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 、守っているよ、いいんじゃないですか、よくない、これちょっと今いい感じなのかなって思っているんですが、聖剣好きで呪文ですからスクルトが欲しいんで青さんに行こう。でチャモロも防御 OK、 よし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 、第2形態とかないよね。稲妻41、そっちはちょっと危ない、危ない、そういう魔法的なのもあるのね、そういうのもあるのね、そうやられちゃおしまいよ。セケドボケ、さあ待って、呪文はないからスカラでもう1回浮気していく、もう2回ぐらい入るかな。で呪文ではなく、まあ防御でしょ、チャモロも実は防御だわ、いやーまあそうなるか、2回攻撃、よし46増えた、いいよいいよいいよ、もうこれしかないね、いいね、いいよこれしかない、42、よし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 、もうこれしか考えられないんじゃねっていうぐらい、よし今んとこいいね、今んとこいいね、特技世間好き。さあ問題がスカラを今入れたから、次チャモロ入れて、チャモロ防御、よし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 、いいよいいよいいよ、よしいいよ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 、素晴らしくいいよ素晴らしく、いやーそういうのはちょっと聞いてないんです、怖い。48、いいね。で特技でじゃなく道具で、いや大丈夫かな、青さん死んだら終わる、終わらね、青さん死んだら終わるよね、やばい、青さんちょっと防御しよう、やばい、青さん死んだらやばい。特技聖剣好きで呪文で、いや一旦回復するか、一ターンを回復するから、いやハッサンがゲントの強い十分で、呪文でベホイミを青さん、チャモロどうしようかな、チャモロは呪文ベホイミをどっちだろう、ミレイユにするか自分か、ザオラル持ってるから自分に行った方がいいのかだわな、いいよ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 、眠ってしまった、誰か寝てるんだが、だから寝てません、うわっぶね、もうギワアッサンが寝てる、よかった、危ない、ミレイユどうしよう、防御しかなくないか、で呪文ベホイミ、いや頼むよチャモロ、チャモロ頼むよ、俺終わってもらってもいい、ナイスナイスナイス、いいよ、いやまあまあまあいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、ちょっとあれかな、後手に回りすぎてるかな、ちょっとだけ、よし行こう、やばい、青さんだったか、回復、いや待った、やばい、やっちまったかもしれない、うーわー、ジャモロが死んだ、いやちょっと後手に回ったかな、77終わらない。誰だーや。やっちまった。いやちょっと慎重になりすぎたな。いやちょっと慎重になりすぎたね。いやーくそ。慎重になりすぎたな。なんかないかな。なんかないかな。あと1ギガ経ったら死ぬとかないのかな。いよ、よし行こう。やめて、寝ている寝ている、やめて
ああ。